はい、日本コネクションの皆様お久しぶりでございます。日本の堤幸彦でございます。海外で日本と名のついたこのような映画イベントが20年にもわたってですねずっと行われていくことに対して本当に素晴らしいことだと思いますし、敬意を表します。今後ともずっと続けていただければいいなと思うわけですが、今本当にコロナで大変でございましてですね、日本も制作が止まっているわけですけども、力を合わせてですねこの危機を乗り越えていきたいなと、そしてまたドイツの地でお会いできればなというふうに思うわけです。私は2014年に、マイハウスという作品と気仙沼ボイセスという作品でそちらに、招かれて、上映していただいたわけですけども、マイハウスというのはあるホームレスの生き方を通じて社会がどういうふうになっているのかということを私なりの視線で紡いだ作品、そして気仙沼ボイセスは2011年の東日本大震災、大変ひどい被害を被った気仙沼においてそこに生きる人々の生き様を今もまだ10年超えるんですけどもずっと追跡して撮影しております。そんな2つの作品、日本ではあまりメジャーな作品ではありませんが、そういった2つの作品に注目していただいて、日本コネクションで上映していただいたことは本当に光栄ですし、今後もエンターテインメントな作品も作っていきますけれども、やはり私の思いがこもったマイハウスのような作品も作り続けていきたい。ぜひ、日本ではない、ヨーロッパの皆様に、そういった作品を届けるべく、コロナに、仲間と共に打ち勝ってですね、届けていきたいというふうに思うわけです。20周年おめでとうございます。私もまたいずれ参加したいと思います。